皆さんこんばんは、上です。本日は、まずはじめに、デトロイド、やっていこうかなと思います。辰徳くんが、デトロイドっていうので、ちょっとデトロイド、やっていこうと思います。おかえりなさい。今日はどうしますか？今日は、コンティニューします。ゲームします。よいしょ。こっち、こっち。誰っすかね？そうそう、コナーかな？まあ、この前死んじゃったコナーだと思いますね。あ、コナー、生き返った。そう、これ庭園のところっすね。おお、びっくりした。まずはね、定番のお墓を見つけるところから。うわぁ、悔しいなぁ。せっかくなんかクリアしたからいけそうな感じやったのに。警察署で死亡。まさかやん。あんなところで死ぬとは思わんかったな。とか。今回この子な、何のやつかな。あ、あれか。こんにちは、アマンダ。お、信用されてる。コーナー、会いたかったわ。残念なことに前任者は破壊されました。変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょそう、うわ、う。過怒られ失た。を犯さないように。はい。ええ、もちろんです。ごめんなさい。コーナーが破壊されると記憶は次のコーナーへと転送されます。ですが、少なからずデータが失われるのも確か。そうね。破壊を避けるのです。それにより操作に遅れが生じてしまう。はい。分かっています。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？変異の兆兆候。候が見られました。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣、死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。そうです。彼をどう思います？興味をそそられる。彼は短期で、ああ、ちょっと待って、いらんこと言うな。気難しい人物です。お前、そんなん言うなよ、お前。ですが、昔は良い刑事だったようでした。うん。興味深い人物です。そう。興味深い。残念ながら、協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？協力するよ。友好的に行こ友人関係を築けるように努力してみます。信う。う用わ、させるまことたが落でちきれた。ば、捜査も前進するでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。そお任せください、アマンダ。今一度捜査を再開し、最悪の事態を食い止めるのです。はい。急ぎなさい。時間がないわ。分かっとるわ。よっしゃ、行くぞ。まずは。ご用件は？
アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。すげえな。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。探すか。おい、嘘だろ。あいつのせいで危ない目にあったってのに。なあ。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。え、法医学分析トゥーパーソン、じゃあポパーソン、あちらって言ってたもんな。コリンズ、あ、でもこの辺や。あ、これ。すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。そんな遅いんか。座っとこ。そしたらそのうちくれ。あったな。はい、たぞ。もしもし、どうして？こんな勝手に触っていいんかいな。あ、好きな音楽とかが分かるってことかな。ヘビーダークメタル、ヘビーメタ。分析しよう。冷えたコーヒーのカフェインの痕跡。あ、イロハモミジ。すげえ、前こんなんなかったな。ピザ。ど、あ、ど、あ、ごめん。え、なんで？もっと分析させろ。反アンドロイドのスローガン。アンドロイドなんか頭を使え。アンドロイドフリーの環境や。ジミーのバー。デトロイドの野球帽。あ、複合捜査チーム2027年レッドアイズ特捜部。犬の毛セントバナードで完了で、これかデトロイド式レッドアイズのバイニットネットワークを摘発。国内で50人以上を検挙。凶悪な売人を逮捕し、拡大し続けるレッドアイズの悪夢にデトロイト市警が終止符を打った。これにより、麻薬売買は推定50万ドルの呼ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン刑事は、この何ヶ月にも及ぶ作戦と立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は、捜査員の鏡と称されているとのことだ。アンダーソン警部補に昇格。デトロイド市警最年少の警部補に。ハンク・アンダーソン警部補は近年稀に見るデトロイド市警の敏腕刑事で注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイド市警の要として活躍。ファウラー警部は
今回の商品は遅すぎるはずなので、アンダーソン警部補は所長が共に仕事をした中でも最も才能ある警官であると称賛。警部補は今後目覚めなし、スピードを昇進されると期待されており、すでに未来の所長になる人物と支えかけている。デトロイトで新たにレッドアイスの売人を検挙。ハンク・アンダーソン警部補とデトロイト地形捜査班の長期にわたる捜査をして、一トンにも及ぶレッドアイスが増える船の貨物ですが、発見された。へぇ。すげえやん。賞を授与された警官だった。です。お前よりすごい人やねん、コナー。こんにちは、警部補。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。おい、お前昨夜頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですが、メモリーはすべて私に転送されています。操作への影響はありませんので、ご心配なく。だいぶ嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。ちょっとボブサップに似てる。これもこういうのいらんのか。あ、ちょっとやめ。一緒に話聞こう。こんなん後ででいいや。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる、うん、これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなければ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。うわ、喧嘩してる。お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。うわ、今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。え、やばいやばい。もう出てってくれ。私も忙しいんでね。返せないよ、まだ。ああ、大丈夫やった。アンダーソン。アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。おい、あ、アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出て行け。ごめんごめんごめん。では失礼します、警部。怒らせちゃった。ちょ、一旦はい、OK。 理解を示そう。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。パートナー。パートナーになったことですし、仲良くしませんか。あー、なんか微妙やな。こっち。デスク。どこかに使ってもいいデスクはありますか。
そこなら空いてるぞ。こんだけか。どうしよう。犬。犬。犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる。犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は関係ないだろ。ああ、怒らせる。ごめんなさい。相撲だ。相撲。あ、アップした。よっしゃ。ハンクのやつ上がってるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。そこ、自分のことをちょっと聞いてほしいんやな、多分。音楽。ライト・オブ・ザ・ブラックデスがお好きなんですね。私も好きです。とても、こう、エネルギッシュで。お前、ヘビメタ聞くのか。まあ、音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。おい、おい、オッケーオッケーオッケー、いいぜ。バスケバスケバスケ。デトロイトギアーズのファンですか。昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか。お前がバーに現れるまで見てたんだがな。あーごめんごめん。あーうわー下がったくそー。ごめんごめん。でも、アンドロイドを嫌いな理由を聞くと、なんか、まあ、でも一応聞いてみよう。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには、何か私を嫌う特別な理由があるんですか？ああ、一つあるな。うわぁ、何？ああ、また怒らせた。くっそ。せっかく2個上がったのに、2個下がってん。でも全部聞いとこ。出勤時間。あなたはいつも、うわ、しっ、このくらいの時間に出勤されるんですか。うわ、これは怒らせる。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。もう全部聞こう。ファウラー警部とは長いんですか。ああ、嫌になるほどな。もう捜査開始。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。失踪中ゴートン・ロペス。被害者はいつも通りアンドロイドの家に残して出勤したが、帰宅した頃アンドロイドは失踪した。家にお尻のペースがなし、アンドロイドは命令なしに寄っていた可能性。チャールズ・ベル。被害者は、チャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店ファーストコニードックでウェイターとして働く AV500-234-7782にお仕事している。被害者によると、アンドロイドは現場から逃走する前に突然被害者を突き飛ばして首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。怖っ。サラー・コンウェル。被害者は使用した AB700。アポ700。480。ケイツさん80を押せた。アンドロイドは逃走前に複数の部屋を荒らしている。被害者でエデンクラブの味だ。成人。あ、エデンクラブ。成人をアンドロイド、WR、失踪通報。アンドロイドは客を家まで送り、届け、そのまま失踪したものと見られる。もう、スキャン。めっちゃおるよ。243件も。うわお。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。何？そこから捜査を始めると良いかもしれません。スモーだ。
理解をしましょう。あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。まあどうなんやろ。ですがそのことは割り切って捜査を。おいもう喋るな、うんざりだ。お前はガチじゃないし。お前の助言も必要ない。怒らせた。毅然とした。私の任務は事件の解決。うわぁ、いらんこと言った。あなたの機嫌が治るの。ごめん。うわぁ、やばい。うわぁ、ごめん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 。あぁ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補。お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。全然本気と。もう全然あかんやん。なんでこうなってしまうやろ。ああお前キョトンとすんな、キョトンって。終わった。さあどうですか。うん。別にここら辺まで普通やもん。到着する。デスクを調べて。まあ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 。今回はどうなんですかね。まあちょっとハンクのやつが上がったり下がったりで、あんまり良くなかったんですけど。まあ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 。次に進めるので、またやっていきまーす。バイバイー。